ジム・アンダートンは、ニュージーランドの政治家。革新党創設者。オークランド生まれ。オークランド記念校科校卒業後、オークランド教育大学で教員資格を取得し、セントピーターズカレッジで教員生活を送る。2年で教員を辞め児童福祉委員になる。カトリシズムの信仰を持ち、カトリック青年部での活動に参加し、オークランドのカトリック教区で働く。その後、 繊維輸出会社のマネージャーを経て1971年に独立。アンダートンホールディングを設立し代表に就任。1963年にニュージーランド労働党に入党する。1965年マヌカウ市議会議員に初当選。1977年にオークランド地方議会委員。1979年に労働党会長に就任。 1984年の議会総選挙に、クライストチャーチシーレネム地区より出馬し初当選する。同年、第4期ニュージーランド労働党政権が発足し、ロジャーノミクスが開始されるが、アンダートンは、伝統的な労働党政策と対局にある、ロジャーノミクスに難色を示す。政策内容には、批判的な立場を取った結果、党内イメージを悪化させ党内対立色を強める。 ことになる。他方、ロジャーノミクスに異議を唱える、労働党支持層から高い支持を得る。1989年の国有資産売却案を、めぐり議員総会を延期。同年4月に、私が、労働党を離れるのではなく、労働党が私から離れたと言葉を残し離党する。1989年5月に、新労働党を結成。 伝統的な左派労働党の政策理念、精神を掲げる。ロジャーノミクスに批判的な立場を取る支持者が集まるも、現職の議員はアンダートンのみであった。1990年の総選挙では労働党の政策に批判的な票を取り込むもアンダートン以外の候補者の当選は果たせず総得票率は5.15%に終わる。1991年に新労働党、 民主党、マナモツハケ、緑の党の4つの政治グループが加わり、連合党を結成。アンダートンは連合党党首に就任。1994年に、家庭の事情で党首を辞任するも1995年に、復帰する。1996年の総選挙で連合党は13、議席を獲得。1999年の総選挙で、ヘレン・クラーク率いる。 労働党が政権を奪還し、連立政権への参加を打診される。アンダートンは連立参加を表明し、副首相に就任。また、新設された経済開発担当大臣を兼務。アメリカ合衆国ほか、連合軍によるアフガニスタン進行をめぐり、アンダートンと3名の連合党所属議員は、連合党を離党し、革新党を設立。 2002年の総選挙で議席を保持するも革新党の獲得票は1.7%に急落する。連立政権へ引き続き参加するも副首相を辞任。公認の副首相にはマイケル・カレンが就任する。2005年の総選挙で議席を保持するも革新党の獲得票は1.2%と低迷し、副党首であったマット・ロブソンも落選する。2005年以降は農業。 漁業、林業大臣、バイオセキュリティ大臣を歴任。連立政権では、クラーク、カレンに続く、第3位の地位を得る。2007年4月に来日している。2008年の総選挙で、自らの議席は保持するも、革新党は0.91%の獲得比率に終わる。2008年の総選後は野党に転じるも、労働党との野党連合に参加。 2010年5月にクライストチャーチ市長選挙への立候補を正式表明。国会議員補欠選挙にかかる莫大な公費負担を避けるため議員職は離れず2011年の任期満了まで議員としての職務を続投すると表明。市長選出馬直後から世論調査で主位を独走したが、カンタベリー自身が発生し現職のボブ・パーカー市長が メディアに出続けた影響も受け市長選は2位となり、落選した、獲得率40.6%。2011年11月の総選挙には出馬せず、政界から引退。2012年3月15日に革新党も回答した。2018年1月6日、クライストチャーチのカシミアビューホスピタルにて病気のために、亡くなった。79歳没。 アンダートンの死去に際してヘレン・クラークは追悼のコメントを自身のツイッターにて発信した。庶民的な人柄でマイノリティや高齢者からの支持が厚い政治家。公費負担を最小限に止めるため国内の移動とオーストラリアへの出張はエコノミークラスを利用するなど一般生活者の視点を重視した政治家であった。ありがとうございます。